はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。で今日はこちらですね。トミカコレクション、カーズマックです。はい、こちらはカーズに出てくるマックだね。ライトニングマックインの専用のトレーラーでございますね。はい。で、このマック、なんとですね、トミカのマックインを乗せることができるみたい。こういうやつね。うちの、メタリックバージョンのマックインも乗せられるはずなので、乗せて遊んでみたいね。では早速開けてみましょうか。おお、いきなりこうマックありますよ。いきますよ。おお、おお、でかい、でかい、でかい。すごいな。すごい、よくできてる。はい、こちらがマックでございます。すごいよくできてんね。顔も似てるし、素晴らしい。トレーラーピッカピカだよ。ラスティーズのライトニングマックインって書いてあるんだね。95番。反対側ちょっと絵柄がマックインの絵柄が違うだけで、書いてある内容は一緒だね、素晴らしいね、素晴らしい。マックの顔と後ろのトレーラー、これはね外れないみたいだね、しっかり固定されております。そして後ろだ、ここだ。これどうなってんだろう。あ、取れた。あー、ここに入るわけだね。ちょっと入れてみようか。あ、入るね、入るね。なるほど、これでしまっておけるわけだ、なるほど。あ、ここにもちゃんとイラスト書いてあった。はい、それではちょっと遊んでみようか。まずはマックインを乗せて、これなんか出すギミックがあればよかったね。手でこうやって斜めにしてあげるしかないんだよね。他にはフランチェスコ・ベルヌーイは、あ、乗るね、乗っちゃうんだね、敵のチームだけど乗っちゃうみたい。乗っちゃう、じゃあメーター、メーターは乗る、乗るね、そりゃそうだ。メーターは結構上があるけどね、高さあるけど乗っちゃうんだね。レッド、レッド、レッドも乗る、乗っちゃった。そうだね、割と高めにここ作ってる。あ、これかわいいな、これかわいい感じになってる。赤々だね、赤々。いやー、でもこうやってさ、マックインとマックがこうやって並んでると一気にカーズっぽくなるね。それっぽくなるじゃん、いいな。いや、やっぱりメーターも置いとくか。そうだね、あ、いいね。じゃあごめん、レッドお尻向けちゃったけどね。ベルヌイもこっち置いとくか。おー、いいじゃん、いいね。ちなみにあれなのかな、あ、サスペンションはないんだ。トミカとはいえこのマックはサスペンションないみたい、トミカといったらね、このサスペンションが必ずついてるからね、これないわ、まあでもやっぱりあれだね、カーズ好きにはいいね、これね。おい、マックイーン、急いで来てくれ、レースの時間だよ。わかった。え、お尻に入っちゃうの、くさいね。どうしよう、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 くさいよ。嘘じゃないよ。はい、ということで今回はトミカコレクションカーズマックでした。